ボンジーヤ、サッカーキングチャンネルミッシーです。今回の企画はこちら、イニエスタトリセツ。この度は動画をご覧いただきありがとうございます。この取扱説明書ではイニエスタ選手の基礎情報、特徴、使用方法を紹介します。基礎情報、イニエスタ、本名アンドレス・イニエスタ・ルハン、愛称そのプレーぶりから手品師と呼ばれることも。国籍スペイン、生年月日1984年5月11日生まれ、34歳、身長171センチ、体重68キロ、市場価格推定2000万ユーロ、およそ25億円。イニエスタのこれまで、1994年から96年までアルバセテに所属、その後バルセロナに移籍し、2002年にトップチームに昇格、計22年間在籍し、リーグ戦通算443試合に出場、35得点88アシストを記録しています。2018年夏に J リーグのヴィッセル神戸へ移籍しました。2006年にスペイン代表デビュー、ここまで129試合に出場し13得点を記録しています。主なタイトルはワールドカップ優勝1回、ユーロ優勝2回、チャンピオンズリーグ優勝4回、ラリーガ優勝9回、 UEFA 最優秀選手1回などです。これまでキャリアで多くのタイトルを獲得してきましたが、バロンドールの受賞経験はありません。ここからはイニエスタのキャラクターを紹介します。性格は温厚です。模範となる選手、彼は世界遺産など周りの選手たちからの称賛は後を絶ちません。公共交通機関に乗りがちです。2011年にクラブワールドカップで日本に来た際は、銀座線で移動する姿が話題となりました。2015年には横浜市営バスにも乗っています。これだけのスーパースターが公共交通機関を利用するということがあまりないかと思います、しかしながらそこに馴染んでしまうのがイニエスタです。2018年に移籍した神戸でも市民の生活に馴染みたいと発言しています。ワイン好きとつながりたい。ワイン好きでブドウ農園とレストランを経営しています。イニエスタブランドのワインは楽天などで購入できます。僕も実際飲みましたが、非常に飲みやすかったです。続いてプレー名の特徴、使用方法を説明します。前目の中央や左が好き。若い時はボランチをやっていた時期もあり、様々なポジションをこなすことができます。バルセロナでは左のインサイドハーフを主に務めていました。フォワードのポジションもこなすことができます。スペイン生まれ、カンテラ育ち。カンテラのスタッフは特に優れているのは考えるスピードと評価しています。パスセンスとボールコントロールに優れ、サッカー IQ の非常に高い選手です。無理、無駄、ムラのない非常に効率的なプレイヤーと言えるでしょう。ラストワールドカップで優勝を目指します。スペイン代表は前線に豊富なタレントを擁しています。イニエスタのパスから局面を打開することも可能です。2010年の南アフリカ大会はイニエスタの決勝ゴールでスペイン代表が見事優勝を飾りました。しかしながら2014年のブラジル大会ではグループステージ敗退となりました。イニエスタは今大会をもって代表から引退することを示唆しています。前回大会は非常に悔しい結果となりました。2大会ぶりの頂点を目指します。以上、用法用量を守って正しくワールドカップをお楽しみください。私どもの予想を上回る活躍をした場合、一切責任は負いかねます。以上、イニエスタトリセツでした。いつもサッカーキングチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ご意見、ご感想、今後やってほしい企画などありましたら、コメント欄にたくさん書き込んでください。この動画がいいと思ったら、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。 Twitter もやっておりますので、説明欄からぜひフォローしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。チャオ。